ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。ナイスファイト。攻撃のリズムを変えます。25分経過。抜かれた。これは危険だ。折り返した。危ない。クロス。ヘッドで、ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。後半戦キックオフ。絞ってきた。さあどちらのボールになるのか、必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。危険なタックル。彼ならゴールを期待できそうです。浮き球を放り込んで合わせてくるかもしれません。これはゴールキック。狙いすぎたようです。華麗なドリブル。
これは気をつけないと。これはピンチ。センタリング。ゴール。マーベラス。スーパー。ビューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。見事な先制点。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。難しい体勢から素晴らしいシュートを放っています。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。中へ上げた。いきなり始まるドリブル。折り返す。アンビリバボールゴール、スーパーゴール、ゴール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 、ミラクルゴール。攻撃の手を全く緩めません。さあもう一度見てみましょう。果敢にスライディング、スローイン。反応できません。入るか。さあどちらがボールを支配するのか。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。窮地をしのいで勝利をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。